Hello guys, I'm Kujoren. Today I'll be sharing to you characters and voice actors along with the same voice from each characters. じゃあいいんじゃないかな、なくても。それなんだけど、私考えたんだ。みんなで歌うってどうかな。家でアイドルの動画とか見ながら思ったんだ。じゃあそれが一番いいよ。みんなが歌ってみんながセンター。でも正式に決まったら次から1年生は入ってこなくなって、来年は2年と3年だけ。あ、でもさっき調べて部活動では少しいいとこ見つけたよ。グループの名前決めてないし。おみちゃん、お願い。私たちでスクールアイドルをやるとか言い出すつもりでしょ。確かに頑張っているとは思いますが、生徒会長が言ったことは。やはり次はさらにアイドルを意識した方がいいかと思いまして。ライブまでの練習メニューは私が作ります。さあ大好きだ万歳、負けない勇気。メガネ取ったついでに名前で呼んでよ。私も名前で呼ぶから。似合わないよ。ほら、女の子っぽくないし、髪だってこんなに短いし。やっぱりそうだったんだね。ダメだよかよちん、嘘つくとき必ず指合わせるからすぐ分かっちゃうよ。これは伝説のアイドル伝説 DVD 全巻ボックス持ってる人に初めて会いました。すごいです。私放課後いつも音楽室の近くに行ってたの。錦野さんの歌聞きたくて。おはよう。いい？例えば。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー、笑顔を届ける矢沢ニコニコ、ニコニーって覚えてラブニッコ。だったらそれにふさわしいキャラってものがあるの。ニッコニッコニー、みんなの元気にニコニコニーの矢沢ニコです。うち前から思ってたんやけど、ほのかちゃんってどうしてミューズのリーダーな？歌にダメ出ししたりダンスにケチつけたりできるってことは、それだけ興味があって見てるってことやろ。占いで出てたんや。このグループは9人になった時未来が開けるって。だからつけたん。だったらたとえ5人集めてきても認めるわけにはいかないわね。部活は生徒を集めるためにやるものじゃない。音の木坂学院の歴史は古く、この地域の発展にずっと関わってきました。私だって好きなことだけやってそれだけでなんとかなるんだったらそうしたいわよ。決まってるでしょ、練習よ。 Okay guys, thanks for watching my video. If you like this video, please press subscribe because your support it will make me feel happy to always update my video. After all, I'm Kujorin. See you later.